チアーズ。チアーズ、チアーズは、アメリカ合衆国のシチュエーションコメディドラマである。1982年から1993年に11シーズン放送された。この番組は、パラマウントテレビジョンの NBC と関係があり、ジェームズ・バローズ、ジェームズ・バローズ、グレン・チャールズ、グレン・チャールズ、レス・チャールズ、レ・チャールズの3人で創設された制作務。 チャールズイコールバローズイコールチャールズプロダクションズチャールズバローズチャールズプロダクションズが制作した番組の舞台はマサチューセッツ州ボストンにあるバーチェアーズ店名の由来は乾杯するときの掛け声よりこの店には地元の人々のグループが酒を飲んだり楽しんだりするために来る主題歌はジュディ・ハート・アンジェロジュディ・ハート・アンジェロとゲリー・ポートのい、 ゲアリー・ポートノイが作詞、作曲を行い、ポートノイが歌っている。この歌は、Where Everybody Knows Your Name という決まり文句が有名で番組のタグラインにもなった。1982年9月30日に初回放送がなされた当時の第1シーズンの視聴率は非常に悪く打ち切り寸前だった。しかし、第8シーズンから第11シーズンの校調差で、 最終的には全米で高視聴率を記録した番組となった。第1シーズンの第1話を含めたシリーズの大半が NBC のマストシーサーズデーのラインナップに入った。1993年5月20日に放送されたシリーズ最終話は最高視聴率を記録した。全275話ある番組は新事ゲート化され世界中で広く放送された。さらには エミー賞で117部門にノミネートされ、28部門を受賞した。ケルシー・グラマー演じるこの番組の登場人物、フレイジャー・クレインを主役にした、スピンオフ、そりゃあないぜ。フレイジャーもヒットした。チアーズという作品は、グランドホテル形式をとっており、全シーズンを通してほぼ同じセットを使用している。多くの脇役たちとこういった、登場人物に対する恋愛感情が、 いつも主要登場人物を中心に回るストーリーラインを使用するため断続的に現れる。サム・マローンという登場人物は当初フレッド・ドライヤー、フレッド・ドライヤー演じる元、アメリカンフットボール選手という設定になる予定だった。ところがテッド・ダンソンが演じることに決まった時、ダンソンのスリムな体格に合わせるため元野球選手ということになった。 クリス・クラビンという登場人物は、ジョン・ランツェンバーガーが、ノーム・ピーターソン役のオーディションを受けた後に作られた。オーディション後に制作者と打ち合わせているうちに、ジョン・ランツェンバーガーが、ノー・イット・オール・ナ・バーを含めようとしているのか尋ねた。結果、最終的に、クラビンの役を得た。シェリー・ロング降板後、カースティアレイが参加し、ニコラス・コラサンド、ニコラース・カラサントの死後に、 ウディハレルソンが参加した。全シリーズ通して出演したのは、テッド・ダンソンと、レア・パールマン、ジョージ・ウェントだけだった。バーにしばしばやってくる、常連客ポールを演じたポール・ウィルソンは、第一シーズン初期においては、グレン役で出演し、その後、グレッグやトムといった役として出演した。チアーズという作品は前日の通り、グランドホテル形式を撮っているが、時々 J ・トーマスが、 エディ・レベック役で、ダン・ヘダヤが、ニック・トーテリー役で、ロジャー・リースが、ロビー・コルコード役で、トム・スケリットがエバンド、エヴァン・ドレイク役で、そしてハリー・アンダーソンが、ハリー・ザ・ハット役といった感じで、有名人が出る。その他にも、少しの間、本人役などで出演した有名人がいる。サムのレッドソックス時代のチームメイトとして、ルイス・ティアントやウェイド・ボックスといった、スポーツ選手が出たが、 ボストンのバスケットチーム、ボストンセルティックスで当時、花形選手を務めていたケビン・マクヘイルや、マイク・ディとか、ミケ・ディとかといったチアーズとは関係のないスポーツ選手、出演したこともあった。ジョニー・ギルバートや、アレックス・トレベック、アレックス・トレベック、アーセニオ・ホール、アーセニオ・ホール、ディック・キャベット、ディック・カブット、ジョニー・カーソン等といった、テレビスターも出演したことがあり、さらには、 当時のアメリカ統合参謀本部議長だった、ウィリアム・クロー、元コロラド州選出の上院議員、ゲイリー・ハート、当時の下院議長だったチップ・オニーール、ジョン・ケリー上院議員、当時のマサチューセッツ州知事だったマイケル・デューカキス、当時のボストン市長だったレイモンド・フリン、レイモンド・フリンといった政治家が出演することもあった。なお、最後の4名は、チアーズの舞台である、ボストン市及び、 マサチューセッツ州に関連する人物である。また、ウッディのいとことして、ハリー・コニック・ジュニアが出演し、1991年にグラミー賞を受賞したアルバム、We Are in Love の中から一曲を歌った。ジョン・クリーズは、第5シーズン、サイモン・セスにドクター・サイモン・フィンチ、ロイスとして、ゲスト出演して、エミー賞を受賞。エマ・トンプソンは、 フレイジャーの元妻にして歌う馬として、有名なナネとナニージーガズマンとしてゲスト出演した。クリストファー・ロイドはダイアンをモデルにしたいと望んだ。悩める芸術家を演じ、ライチャス・ブラザーズのビル・メドレーとボビー・ハトフィールドもゲスト出演した。チアーズのコンセプトは、長い検討の末に固められたものである。最初に出たアイデアは、家族のように互いに影響し合う労働者の団体を、 描いたザメアリー・タイラー・ムーア・ショーのようにするというものだった。それから制作人はホテルや宿屋の周りを中心に描いたイギリスのドラマホルティタワーズのアメリカ版といえる作品を作ることを検討した。番組の設定がラジオ番組ダフィ・ー・エスタバーンと似るようになってきてしまったため制作人がドラマの舞台をバーにすることにしたが、 常に新しい人々の流れがある宿屋を舞台にすることにより番組に登場人物が頻繁に出入りするため制作人は宿屋を舞台にするというアイデアを好んだ大まかなあらすじがまとまった後舞台候補となる地域が3つ残った当初はカリフォルニア州バーストバースト市がいいだろうと話が進んだがミズーリ州のカンザス市がいいのではないかということになり結局 東海岸とボストンが選ばれた。番組の設定が固まった後、制作陣は電話帳から選んだボストンにあるブルフィンチパブ、ブルフィンチパブをモデルにすることにした。クレン・チャールズがオーナーに外装を撮影してもらい、1ドル払って許可を得た上で内装も撮影した。そのパブのイメージ仕様やグッズ販売について許可を得た後、 クレン・チャールズは何万ドルもの大金を用意した。その結果、1997年に、ブルフィンチパブは、アメリカ合衆国の飲食物業界の中で42番目に、繁盛している事業者になった。エースモールサークル・オブ・フレンズの撮影のためボストンに、来ていた、シェリー・ロングが、映画に出てきたバーがボストンに来た時に遊びに行った、バーに似ているのに気づき、そのバーが、ブル フィンチパブであると分かった。チアーズの多くの回はパラマウントステージ25で実際の観客を前にして収録された。収録は火曜日で水曜日は読み通しの前に新しい回の台本がキャストに配られ金曜日にリハーサルが行われて完全な台本が月曜日にキャストに配られた。一話分の収録には100人近くの人間が携わった。 ほとんどの回の監督を行ったジェームズ・バーローは収録する際、ビデオテープよりもむしろフィルムを用いるべきだと指示したり、キャストに対して立ったままでいるよりも動き回るように指示したりした。チアーズの総スタッフ数は何百人にも及ぶ。例えば、ジェームズ・バローズ、クレン・チャールズ、レス・チャールズの3人は番組に参加する多くのスタッフを短くまとめることができ。 全シリーズを通してエグゼクティブプロデューサーとしてトム・パーマー、トム・パーマーのそばにいた。実際、チャールズ兄弟の二人は放送期間中ほとんどパラマウント社のオフィスにいたが、最終シーズンの期間中だけはほとんどバーローに番組を任せていた。バーローは今やチアーズの全243話の長寿性や番組の制作、監督の重要な要素とされている。 デイビッド・アンジェル、デビッド・エインジェルは初回からずっと多くの回で脚本を担当し、その脚本は制作面における協調性などと同様番組が成功した一員になっているとされている。チアーズの出演者の中には自分のキャラクターをゲスト及びスピンオフとして他の番組に出演させるものがいた。そしてその中で最もうまくいったスピンオフは精神回、 フレイジャー・クレインを主役にした。そりゃないぜ。フレイジャーである。この作品は、フレイジャー・クレインがボストンからワシントン州シアトルのうち、週刊高速道路90号線の橋の地域に戻り、最近からだが、不自由になった父親と暮らし、ラジオの視聴者参加番組の司会を務めるという内容になっている。当初フレイジャーは、 ダイアンとサムの関係に首を突っ込む卑劣感という設定だったが、ケルシー・グラバーの演技によって人気が出ないと思われていたセリフも一般大衆にもてはやされるようなコメディーに変貌した。サム、ダイアン、ウッディの3人は別々の回で、それぞれフレイジャーの元を訪れるという形でゲスト出演し、フレイジャーの元妻であるリリスは、そりゃないぜ。 フレイジャー全編を通して失中登場するサブキャラクターとなった。クリフ、ノーム、カーラと毎回後方で飲んでいる二人組ポールとフィルはそりゃないぜ。フレイジャーのチファルグッドバイズという回でロッテゲスト出演した。この回においてフレイジャーは旅行先のボストンでチアーズの面々、ただしチアーズという店自体には訪れていないに出会い、クリフは 自分の引退パーティーにフレイジャーが参加しないと思い込むが、フレイジャーがパーティーに参加するというところでオチがつく。レベッカ法はコーチを除く主要登場人物の中で唯一、そりゃないぜ。フレイジャーに出演しなかった人物である。コーチが劇中で死亡した後、コーチを演じた俳優も実際に亡くなった。そりゃないぜ。フレイジャーはチアーズと同じ話数を放送し、 2004年に全11シーズンの放送を終えた。そりゃないぜ。フレイジャーは、チアーズのスピンオフの中で最も成功した作品だったが、チアーズ初のスピンオフは1987年に初回放送されたザ・トーテリスである。この話には、カーラの夫ニック・トーテリとその妻ロレッタが主役となっているが、 13は放送された時点で、イタリア系アメリカ人の固定観念地見た描き方に、対する抗議が送られてきて、打ち切りに行った。こういった直接的なスピンオフの他にも、チアーズの登場人物は、他の番組にも出演している。テレビアニメ、ザ・シンプソンズの、マージの飛行恐怖症、現代、フィローオフフライングという回では、ホーマーが、モーの酒場を追い出された後、 チアーズに似たバーにやってきて、フレイジャーを含む、チアーズの主要メンバーの多くに出会うという内容になってい、ただし、グラマーが、ザ・シンプソンズにおいて、サイドショーボブを演じたこともあってか、皮肉なことにフレイジャーは一言も口を聞かなかった。もうの酒場のタグライン、Where Nobody Knows Your Name も、チアーズからの引用である。チアーズの制作者たちや、脚本家たちが手掛けた、ウィングスにも、 登場人物たちは、ゲスト出演し、ショートトーンエルスウェアでも珍しくコメディ作品からのクロスオーバーを、果たした。また、の登場人物で、クワークの酒場の常連客であるモーオーンは、チアーズの登場人物のオム、ピーターソンの名前のアナグラムから来ている。ザ・ワンダフル・ワールド・オブ・ディズニーの特別番組、ミッキー s 6 t スバースデーでは、 チアーズの店自体とその常連客がゲスト出演した。オープニングの場面とテーマソングはチアーズの象徴的なものとなり、ザ・シンプソンズのエアロスミス登場、現代フラミング・モエースという回ではこれらのパロディが行われた。ドラマスクラブスのマイ・ライフ・イン・フォー・キャンダスという回ではチアーズにちなんだジョークが多数飛び出し、マルチカメラに録音された笑い声というセットが組まれた。 普段、この番組は、シングルカメラを使用し、笑い声は使わず、観客を前に生放送で収録される。さらに、マイライフインフォーキャンダスの夢の場面では、3台のカメラで撮影された。それに付け加え、チアーズに参加した、脚本家にして、使用患者という設定になっているチャールズ・ジェームズという人物の名前は、チアーズの制作者3名の名前を混ぜ合わせたものである。 この話の中では、伝統的なシチュエーションコメディについての意見がたびたび述べられ、JD が不幸なことに、ここにある物事は、知っとこむほどきちんと終わるとは限らないとこぼす中、チアーズのオープニングテーマが流れるところで締めくくられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。